小林真は、日本の政治家、元官僚、青森県八戸市長、八戸県域水道企業団企業長、青森県八戸市白銀町生まれ、八戸市立第二中学校、青森県立八戸高等学校、東北大学法学部卒業。1975年に、青森県庁に入庁するが、 1979年に改めて自治省に入省。1991年から埼玉県浦和市企画部長を務め、浦和、大宮、世野三市の合併に伴う埼玉市の政令指定都市への格上げを推進した。1997年に自治省に復職。2005年9月13日、総務省実地財政局財務調査官を最後に退官した。 2005年10月30日執行の八戸市長選挙に大島派無所属で立候補し、田辺派無所属現職の中村俊文を破り、初当選。得票数は小林54,745票、中村51,557票。投票率は54.17%。2009年10月25日執行の 八戸市長選挙に大島派無所属で立候補し、田辺派無所属新人の三浦博史と無所属新人の千葉和夫を破り再選。投票率は51.20%。2013年10月27日執行の八戸市長選挙に大島派無所属で立候補し、無所属新人の清水文雄と無所属新人の久保沢哲夫を破り参戦。得票数は小林。 44,526票、清水8,370票、久保沢1,841票。投票率は28.48%。2017年10月22日執行の八戸市長選挙に大島派無所属で立候補し、共産党新人の松橋光夫と無所属新人の清水文雄を破り4選。得票数は小林。 72,718票。松橋13,889票。清水1564票。投票率は51.04%。ありがとうございます。